はいどうもこんばんは、ゲンです。今日も動画を撮っていきたいと思います。今日のテーマはですね、自分のコンテンツを愛しているかというテーマで話をしてみたいと思います。この話はですね、どういったきっかけで話をすることになったかというと、まあ、僕もですね、前々からお伝えしているんですけれども、YouTube を始めたのが去年の2月からなんですね。1年と1ヶ月経ちまして、 動画の本数が、えー、大体200は超えてるかな、200ちょっとだと思うんですけど、まあ、200は超えてますね。で、やってきまして、でえー、とですね、今月、まあ、先月の半ばぐらいから、まあ、再生回数がガクッと落ちてきたんですね。もともと登録者数が12人しか、えー、いないチャンネルですし、まあ、検索からの流入もそんなにないチャンネルなので、まあ、SEO とかね、意識しているわけでもなく、独り言を話すというような感じのチャンネルなので、 もともと再生回数とかチャンネル登録者数自体はまあ期待をしてなかった部分というのはもともとあるんですね。まあ、自分のやっている他の SNS でも <laughs> YouTube をやっているというようなことはえ多分数えるぐらいしかこの1年でいっていないのでまむやみに登録者数を増やすというようなことはやっていないんですけれどもまあ1年経ってですねえちょっとこうまあ動画が積み重なってきていて、えー 段階ででで、まあ、再生回数が減っていいるととうことでですねちょっとまあモチベーションが下がってきているのも、えー、あるんですけれども、まあ、ここらでですねちょっと新しく、えー、自分なりに何、えー、だろうな、まあ、かっこよく言うと PDCA っていうのかな、まあ、あの問題を見つけて改善していくをやってみようかなと思ってたところでですね、えー、先日「VOICY、えー」ボイシーかなを聞いていたら、まあ、あの皆さんも多分このチャンネルじゃなくても「VOICY、えー」ボイシーとか「えー、YouTube」とか 他のスポーティファイかなとか SM スタンドだったかな F だったかなまあ,あの音声配信の聞いてる方はご存知の方もいらっしゃると思うんですがマナブさんですねえ今ドバイにいらっしゃるのかなマナブさんがボイシーでさらっと言ってたんですけれどもまあその話ももともとはえ社会派ブロガーのチキリンさんっていう方が言ってた話らしいんですけれどもまあこういったこうコンテンツクリエイターですね YouTuber とか、えー まだ音声配信をやっている方とか、あるいはまあな芸術系とかの方でもいいと思うんですけど、えそういった感じの方ですね、まあ、僕も一応 YouTuber として今これやってますので、一応コンテンツクリエイターに該当するとは思うんですが、そういった方向けにですね、ちきりんさんがおっしゃっていたことがあるそうで、まあ、それは自分のコンテンツを愛していますかということですね、まあ、言い換えるとえ、自分のコンテンツを自我自賛できますかということだそうなんですね。 で学さんなんかはまあその言葉にすごいあの納得していたみたいで多分ご自身の、えー、YouTube とかまあ、今だと音声配信かなを収録した後で自分で聞き直してるそうなんですけれども、まあ、自分のその配信を聞いてお自分いいこと言ってんじゃんみたいなちょっと、えー、そんな感じでですね振り返ったりもしているそうなんですねでこれってもすごく大事だなと思っていて、まあ、僕の場合はまあも <laughs> ともと独り言と 最初はひとり言じゃなかったんですけど、途中から独り言をしゃべるような感じで、えー、動画を撮っていますのでまああの何、ー、て言うんだろうなこの動画を発信する相手は自分自身なわけですねでまあこれを受けてですね、えー、自分自身に発信しているその独り言を、まあ、聞き直そうかなというふうに思いました。 まあ僕のチャンネルもですね、えー、さっきもお伝えしたんですが、動画が約200本、200は超えてるはずですね、200超えてて、で再生されてない動画もね、結構あるんですよ。まあ、それは初期の頃から、えー、いくつかあるんですけれども、まあ、そういった動画をちょっと一回見直して、まあ、自分が言っていることですね、それが自分が聞いて、あ、こいついいこと言ってんじゃんっていうか、 何言ってんだこいつってなるのか、えー、まあその他の感想を抱くかですねちょっと聞いてみながらこれからの動画の内容をですね変えていこうかなと思っておりますまた新たにあとは YouTube やってるんですけれども YouTube の更新頻度は、まあ、ちょっと今落ちてはいますけども週3本ぐらい上げてますねただ今音声配信の方がすごく来てまた波が来ているみたいなので、えー、僕もですね実はヒマラヤという音声配信メディアっていうのかな プラットフォームで実は音声もやってたんですけれどもなんかですね楽しくなくて3日でやめてしまったんですねですがまあちょっとプラットフォームを変えて再開しようかなともちょっと考えているのでそのあたりもですねまた追って YouTube 内で発表できればいいかなと思います今日はそんな感じでですね自分のコンテンツを 愛していいますかとと言い換えると自分自身のコンテンツをまあ見直したり聞き直したりした時にえ自画自賛できますかということで話をしてみました、まあ、コンテンツクリエイターというか、まあ、YouTuber とか、えー、音声配信をやっている方とか、まあ、Twitter でもいいですしあとは芸術関係の方とかもですね、えー、今一度ちょっとこう結果が出なかったりとか伸び悩んだりとか、えー、している方はまあそういった感じでですね自自自分分身のの発信しているものを自分で まあ聞き直したりとか見直したりとかしてみるといいんじゃないかなと思います。では今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。